今日はジブリ映画人気キャラクターランキングトップ10を紹介していくよ。ジブリ作品はスタジオジブリと呼ばれる日本のアニメーション制作スタジオによって制作されたアニメーション映画のことを指します。1985年に創業者である宮崎駿らによって設立され、数々の名作が生み出されました。美しいアートワーク、深いストーリーテリング、心に響くテーマなどで知られており、子供から大人まで幅広い観客に愛されています。それではランキングをどうぞ。第10位、仮暮らしのアリエッティ。人間に見られてはいけない、見られたら引っ越さなくてはならないという掟の下で暮らしていた子供のアリエッティだが、初めて人間の家に忍び込んだ際に、そこに住んでいるショーに姿を見られてしまいます。懸命に生きている姿には悲しくなります。またアリエッティ目線のカメラワークも楽しめます。第9位、猫の恩返し。女子高生春は放課後道中でトラックにひかれそうな猫を助けるが、その猫の正体は猫の国の王子ルーンでした。猫の世界に迷い込むというファンタジーな世界観、展開がリズミカルで何度見てもワクワク楽しみながら見れる猫好きにはたまらない作品です。第8位、もののけ姫。山里に住む青年アシタカは心身に死に至るという呪いをかけられてしまい、呪いを解くためアシタカは旅に出ます。そこで人の子でありながら山犬に育てられ、もののけ姫と呼ばれる少女に出会います。人間と自然と神について考えさせられるストーリーと人間の心情がリアルに描かれている作品です。第7位、耳をすませば。雫は読書が好きな中学3年生。そんなある日、図書館で借りた本の貸し出しカードすべてに天沢聖司という名前があることに気づき、彼のことが気になり始める中、嫌味な男子と出会います。将来への憧れや不安、変わりゆく友情、思い通りにいかない恋など誰しもが通る道を描いた作品です。第6位、ハウルの動く城。帽子屋で働く普通の少女ソフィーは街で青年ハウルと出会い、ハウルに心を奪われたソフィーだったが、その晩ソフィーは魔女に90歳の老婆にされてしまいます。本当に愛することには年齢など関係がないということを教えられます。ソフィーのまっすぐな心はハウルや軍隊のトップの心をも動かしてしまい、本当に心温まる作品になっています。第5位、魔女の宅急便。魔女の母と人間の父の間に生まれたキキは、魔女のいない町で1年間修行するというしきたりに従い旅に出ます。町に着いたキキはパン屋に曲がりさせてもらい、空飛ぶお届け屋を始めます。魔法の力が生きるファンタジーの世界で、涙あり笑いありの楽しい作品です。第4位、隣のトトロ。心に刺さる名作。母の療養のため自然あふれる農村に引っ越してきた草壁家。引っ越しの作業中、姉のさつきと妹のメイは家の中で真っ黒なお化けを発見します。大人になってみても新たな発見があったり、メッセージ性を感じたり、謎な部分も多かったり楽しめる映画です。第3位、風の谷のナウシカ。誇り高く優しい少女の命がけの戦い。高度な産業文明を破壊させた大戦争から1000年後、風の谷の族長の娘ナウシカは人間同士の争いに巻き込まれていきます。浅はかな人間が同じ過ちを繰り返し、風の谷も巻き込まれていくのをナウシカが自ら奮闘して世界を変えていくところが感動します。第2位、天空の城ラピュタ。圧倒的なスケール感。見習い機械工として働く少年パズーは、空から降ってきた少女シータと出会い、彼女が身につけていた飛行石を狙う陰謀に巻き込まれていきます。国防軍に捕まってしまったシータを助け、海賊のドーラたちと一緒にラピュタにたどり着く二人の冒険から目が離せません。第1位、千と千尋の神隠し。不思議な街の湯屋で起こるファンタジー。両親と車で引っ越し先に向かう途中、千尋たちは神々が住まうという不思議な世界に迷い込んでしまいます。千尋は元の世界へ帰るため、その世界で働くことを決意します。不思議な世界で知り合ったハクやリン、カマジーの手を借りながら困難を乗り越えていくストーリーです。ラストのハクとセンが別れるシーンが切なくてとても好きです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。